昨年デビュー55周年を迎えたジュナ&ネネがキングレコードより発売された全楽曲のダウンロードとサブスクリプション配信を開始した。ジュン&ネネはジュン、ジュンとネネ、サナエネネによる女性デュオ。1964年からクッキーズを結成して活動し、1968年にジュン&ネネへ改名して発売されたデビュー曲「愛するって怖い」が80万枚のヒットを記録。デビュー曲同様、平尾昌晃の作曲による「水色の世界お気に召すまま」とヒットを連続させ、1972年に解散するまでの約4年間でシングル14枚、アルバム6枚を残した。2003年に31年ぶりの再結成をして以降、それぞれのソロ活動と並行して現在の活動を継続している。今回の配信企画では、当時レコードで発売された音源のほか、ミュージックテープ、8トラックカートリッジなどに収録されていたミーヨちゃんミュージックテープバージョン、なぎさの2人ミュージックテープバージョンといったアナザーテープ、LP 購入者の中から抽選でプレゼントされた限定7インチシングル、かわいい花、あなたにをボーナストラックとして収録。またデビューシングル「愛するって怖い」「星の舞踏会」から「冷たい部屋」「知らない街で」までシングル全14作品の A 面 B 面をリリース順に収録したプレイリスト「ジュン&ネネシングルコレクション」も公開された。次ページ配信作品一覧へ。